はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビージです。では今回はハーツオバイアホー都道府県モッド都道府県対戦続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、千葉県で始めて早々に帝国制に移行、その後茨城に侵攻、これを併合しています。今回その続きになります。目標はやっぱり東京、神奈川っていうね、まあ、千葉県人らしい考え方になってしまうんですけども、まあ、その目標に向けていきたいんですが、まだ東京、神奈川との国力差、これはいかんともしがたいものあるということからですね、当面の間攻略目標は栃木、福島に絞っていきたいと思います。で、群馬帝国はですね、まあ、仮想同盟国と見て、今後同盟を結べるように、そして栃木、福島で同時にお互いが旨味を得られるような攻略、進行ができるように、プレイの方は進めていきたいと思います。では、早速、時間を進めていきましょう。栃木に対して宣戦布告の準備をで、始めていきたいと思います。政治力はしっかり貯めていきたいところなんですが、ここは、戦争の正当化の目標を行っていきたいと思います。385日と77、政治力が必要というところなので、まあ1年ぐらいかかるというところですね。このまま普通に進めると。では続いて福島の方も、この先を、考えてみておきましょう。福島の方も450日、まあ1年半ぐらいかかろうかというところですね。この1年の間にどれだけ、軍事力を増強できるかというのがね、大きなポイントになってくると思いますので、しっかり増強の方を図っていきたいと思います。群馬帝国とはね、このまま引き続き、進行を深めていきたいと思います。はい。群馬が栃木の領土を要求ということで、まあ、群馬帝国が、まあ、想定通り、栃木に対して圧迫、圧力をかけているなぁという感じがしますね。我々としてはこのままだと、まあ盟友になるであろう群馬帝国が栃木を取るのはいいんですけど、国力自体がね、ちょっとアップしていかないっていう状況になるので、まあ、群馬帝国のね、出方を見つつ、福島、埼玉、このあたりを視野に入れていきたいと思います。鳥取が、出雲に宣戦布告しています。まあ、我々が一気に高めた国際緊張度が、まあ、徐々に全国に、全都道府県に波及しつつあるというところですかね。今、目下の目標は、陸軍の方は経験値を貯めたいので演習を行っています。陸軍の経験値が10貯まった時点でですね、編成を少し変えたいなと思ってまして、支援砲兵を入れて、火力をね、少し出しておきたいというふうに思っています。まあ、これだけ火力変わってきますからね、対人攻撃力だけ見ても倍変わってくるというのがありますので、まあ、ここは支援砲兵を入れておきたいと思います。で、支援系で砲兵入れるの一番いいポイントっていうのは、最高速度がね、落ちないんですよね。これが支援で入れる一番のメリットだと思います。追加の研究枠もね、確保できましたので、研究枠を使っていきたいと思います。今、研究枠はですね、戦車を一つ研究として使ってますので、これでね、戦車ができ、中型戦車、ロールアウトできるようになったら、早速ね、戦車の師団というのも編成して、切り札として使っていければいいのかな、というふうに思っています。では、今回は、今お話説明していた、砲兵をね、この後入れていきたいので、砲兵を選択していきましょう。今研究枠4つありますので、この後は産業系、工業系で2つ、陸軍の武器系で2つ、で、ちょっと余裕が出てきて、もう1つ、研究枠確保できたらですね、海軍の方の増強というのも図っていきたいと思っています。最強一郎、まあ、つまり今の千葉帝国の、まあ、元首にあたるのがこの最強一郎なんですけども、まあ、最強一郎がね、今栃木に対して宣戦布告の準備を着々と進めているということで、今3分の1ぐらい進んでます。
なので、まあ、あと約200日ぐらいですかね。後には栃木に対して宣戦布告を仕掛けていこうという段階です。今、仮想敵国として考えている栃木なんですけども、まあ、スパイを送り込んだことによって、少し相手のね、力というものが見えてきています。一つ見ておくとですね、まず師団の数が、まあ、8から12ぐらいの軍需工場を使って、ご覧のように結構な数のですね、師団が展開されてます。これ、おそらく栃木と千葉県だけで殴り合うとかなり厳しそうなので、群馬帝国とね、歩調を合わせるのが重要になってくるかなというふうに現状では考えてます。軍需工場の数が8から12。それに対して、師団の数がこれだけ入ってるんですよね。まともに行くとちょっと手こずりそうかなという感じがしてますね。で、師団の編成もね、決して諸国はないっていうね、ところもあって、むしろ我々よりも優秀な可能性が高いっていう、微妙な状況ですね。まあ、例えば試しにこれを見ておくと、もちろん、統制率 100%。充足率 100% で、砲兵、支援砲兵、偵察兵、等々が入っているということで、火力的にも我々よりも多分上ですね。ここはちょっと要注意だと思います。あくまでも、群馬帝国と、まあ、歩調を合わせて進軍していくっていうのをね、一つ、しっかり念頭に置いておきたいと思います。はい。栃木から宣戦布告してきました。我々の方ではなく栃木から宣戦布告です。ちょっと予想外の展開ですね。ようやく我々の師団の方はですね、支援砲兵を入れたばかりというところで、心もとない状況になりつつあります。まあ、なんとかここは、予定よりも早く、栃木の方から攻撃を仕掛けてきたという状況なので、まずはねちょっと押されないように気をつけましょう。これは本当にちょっと予想外だったな。群馬帝国がね参戦してくれると良かったんですけどね、ちょっとそれを待ちたかったっていうのが正直なところなんですが、予定よりもだいぶ早く敵の方から宣戦布告です。まあ、宇都宮までなんとかね、ゴリゴリ押していきたいなというところなんですけど、いかんせんまだ装備面でね、栃木に劣っているっていう状況なので、まあ、ここをどうこらえるかですね。まあ、使える手段はすべて使っていきたいなというところなんですが、まあ、各将軍に対するスキル、技術スキルがすべて供与済みなので、もうこっからはね、うまく敵の、弱い部分、ウィークポイントを狙って突撃していくしかないかなと思います。まあ、ミッキーは強いんで、まあ、ミッキーをうまく、使ってね、マップ上でいう右側を中心に攻撃を仕掛けていこうかなというところですね。群馬が全然おとなしいですね、今回は。群馬からここでね、それこそ、義勇軍とか送ってくれるとすごく助かるんですけどね。これは単なるアップグレードですね。野戦砲のアップグレードです。なので、即時効果が出ます。まあ、その効果が即時出たというわけでもなさそうですが、まあ、一進一退からやや、押し込みつつあるっていう状況ですかね。このままなんとか、宇都宮まで、取っていきたいと思います。ではもう一人スパイを手に入れたので、今度は福島に潜入させておきましょう。今栃木との戦争進んでますけど、次の目標は福島になるので、福島にねスパイを先行させておきたいと思います。宇都宮まで着々と迫ってますね。で、この後なんですけども、
徴兵可能人口がね、少し不足しつつあるので、まず装甲化、師団の装甲化を進めるというのが一つと、そもそも徴兵可能人口を増やす、そういうね、方針を取っていきたいと思います。で、具体的には、まあ、政治顧問をね、入れたりとかして、まあ、徴兵可能人口が増やせるものがあれば、それを積極的に使っていきたいと思います。この徴兵可能人口は一度枯渇してしまうとね、もう取り返すのがなかなか難しいので、ここで言う、例えば自衛隊候補生優遇事業。これ入れたりすると 5% 増えますね。まあ、こういったところから、まあ、入れていって、まあ、それでも足りなければ徴兵可能人口で、増やしていくっていうようなところを考えていきたいと思います。では、早々になんですけども、自衛隊候補生優遇事業、先ほどご説明させていただいた内容ですね。これを選択して徴兵可能人口を、ね、増やしておきたいと思います。で、あとは抽選者、設計完了してますので、抽選者、この後ステップ進めていきたいと思いますが、少し時代進んでしまうので、先に装甲車の方の研究進めましょう。これで、装甲化をね、して人的資源を守る。歩兵を守るというところですね。まあ、確かに、千葉にしろ、イタリアにしろ、一つね、ウィークポイントとして挙げられるのが人的資源あると思うんで、人的資源をね、守っていこうというところで、装甲車を先に研究入れていきます。このまま行くとちょっとね、海軍が全然強くなっていってない状態なんで、そこは、どっかで確実に手こ入れをしていかなきゃいけないと。というふうに、認識した上で、計画を練っていきたいと思います。はい。第一次関西国境紛争。関西でも、いざこざが起き始めてますね。京都、大阪、京都、奈良。この辺りで武力衝突が起きているということですね。まあ、ちょっと見ておくと、こんなところですかね。確かに、戦争が起きてそうです。まあ、京都は共産化されているので、まあそういう意味で言うとね、大阪ならと反りは合わなそうですよね。まあ、我々が帝国制に移行したのと同じように、政治体制が変わるとね、まあ、こういう問題は随所で起きると思います。で、各戦線有利に進んでますね。このまま群馬帝国がね、小さいままだとそれはそれできついんですけど、我々が栃木まで取って福島まで取っておくと、今後の戦いがね、すごく楽になってくれるんじゃないかなと期待をしています。では、千葉くん、歩兵の名手取れるので取っちゃいます。これで歩兵手段により攻撃 10% のボーナスがつきますね。まあ、ここで言っている指揮力に関しては 100% 以上ポイントがたまらないんで、100になったら積極的に使っていく方が、無駄にね、このポイントを捨てなくて済むので、このポイントが溜まったらすぐ使っていくぐらいで、いいと思います。ちょっと不気味なのが群馬帝国ですよね。群馬帝国も栃木狙ってたと思うので、まあ、宣戦布告してもおかしくない状況だと思いますし、我々の方に義勇軍を送ってこないのもどうなんだろうっていうね。あんまり心よく思ってないのかなっていう感じはしますよね。群馬帝国からすると、栃木取りたかったのに、千葉の奴らが荒らしに来やがった。まあ、そう思われてもおかしくないかなっていうね、ちょっとそういう懸念はあります。栃木の方は完全降伏ですね。これ、栃木は全部取るか、傀儡化するか。まあ、その選択、ちょっと見ておきましょうか。まあ、傀儡化しておいてもいいっちゃいいんですけどね。まあ、一旦ここは全ての州を割譲させましょう。これでご覧のように帝政千葉が大きくなりました。しばらくの間は軍需製品をねしっかり作って、まあ、歩兵のね人的資源がどんどん減ってしまっているこの状況を打開するために師団の編成の見直しとか、まあ、そういったところを着手していきたいと思います。
群馬帝国が長野領を要求。これは群馬帝国が長野の方に行きますね。まあ、群馬帝国をこれ以上刺激しないようにしましょう。群馬帝国とは味方でいたいですからね。我々の領土的野心は福島の方に向けていきましょう。で、思ってる軍需工場が増えていない状況なので、師団のね、装備に関しては、この先、支障が出てきそうかなというところですね。では研究枠の方ですね。これ千葉大学研究して研究枠を一つ得たかったんですけども、工場85以上必要というこの条件まだ満たせてないので、この工場をね建てるのを最優先していきたいと思います。ではその後の国家方針なんですけども、群馬帝国と今正直ギクシャクしているこの状況を考えて、国策を大きく変更しようかなと思ってます。今までの路線だと、この連邦に加盟で群馬帝国とね盟友関係を結んで行こうかなというふうに思ってたんですが、大きく違う路線を選んで、このネズミ市場主義、大ネズミ帝国陣営を作っていこうかなというふうに思いますので、ちょっとこのね選択肢というのを考えておきたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回でこのネズミ市場主義に進むかどうかというのを検討していきたいと思います。